ネタバレ3分でわかるワンピース。忙しいあなたへ送るコミックス第22巻の内容はサクッと把握できる公式の完全ネタバレ動画です。ついに激突した国王軍と反乱軍、バロックワークスのエージェントたちを倒した麦わらの一味は宮殿広場へと急ぐ。広場爆破まであとわずか。宮殿に駆けつけたコーザはクロコダイルから衝撃の事実を告げられます。アラバスタから雨を奪った犯人がまさか英雄だと信じていたクロコダイルだったなんて。でもうろたえてる暇なんてない。みんなを救うため反乱を止めなくては。ビビたちの必死の思いが通じ戦いが終わったかと思ったその時、コーザが撃たれた。再び激突する両軍、勝ち誇るクロコダイル、もうアラバスタはおしまいなの？とその時、空から飛んできたものだ。鳥だ、飛行機だ、いやルフィだ。ビビを助け再びクロコダイルに挑むルフィ。でも奴に攻撃は効かないんじゃ。大丈夫、今回は秘策ありです。その秘策とは水。そう、砂砂の実の弱点は水だったのだ。だけどなかなか攻撃が当たらない。こうなれば奥の手、その名も水ルフィ。ふざけてる、いや大真面目です。苦戦を強いられついに本気を出したクロコダイル、すべてを砂に変え、そしてああルフィもカラカラのミイラに。でも大丈夫、さあクロコダイルの元へ急げ。ってあれ、どうしたルフィ。戦うルフィたちをよそにロビンは国王を連れポーネグリフの元へ。でもポーネグリフには肝心の古代兵器の情報は記されていませんでした。それを知ったクロコダイルはロビンをバッサリ切り捨てる。一方ビビたちは広場の爆破を阻止するため砲撃手を探しに向かいます。必死に砲撃手を探す仲間たち、なあもう時間がない。とその時ビビの頭にひらめくものだ。そしてルフィが目覚めた。クロコダイルをぶっ倒し、今度こそビビが奪われた国を取り返す。さあこれが最後の戦いだ。ヒートアップするルフィ対クロコダイルの最終決戦。そしてタイムリミット30秒前、ついにビビたちは砲撃手を発見する。続く。チャンネル登録よろしく。いいと思った方はいいねボタンを押してね。